おはようございます。ジレット申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。先日名古屋の大須、台東ステーション大須っていうところで、よくなんか黒ブレの生放送台ってあるんじゃないですか。はい、あれにね行ってきました。生放送できませんでしたけどね。はい、生放送できませんでした。2回言っとくわ。なんでっていう、その運の悪さはさすがティラさんと、さすがティラさんと皆さん思うでしょう。だがしかし、私はね、その後、録画台って皆さんご存知ですか？筐体ゲームのなんか隣になんか、キャプチャーボードみたいなのってあるじゃないですか。あれに USB をさせて、録画ボタンを押せば、録画できるんですよ。行ってきました、黒部の録画。その映像をちょっと、ここでちょっとお見せします。どうぞ。はい、見ていただいたと思うんですけど、録画台画質めっちゃ綺麗だなーって思ったんですよ。ただねー、ゲーム音がない。ゲーム音ないわ。ひたすらシーンとキーストロークが動いてる動画だったんだろうな、きっと。ちょっと残念ですけど、綺麗なキーストロークが見れたんで僕は満足です。このパーティーを作ってみてーなー。これ皆さんご存知ですか？ドラゴンクエスト8、モンスターバトルロードイベントにて、最初にこの3匹を連れてくるのだということで、プチアーノのスライム、サマーヨー鎧を連れてくるっていうね、そこでね、バトルロードができるんですけど、このチームでやるとね、まあひどい目に遭うんですよ。大体この後に、ドランゴとかピエール、ダンキチあたりがスカウトされて、まあこの3体は大体お役御免ということになるんですけど、この3体を、うまいことを使って、なんか大魔王を倒せねえかなっていうチャレンジちょっとしてみたいなって思います、今日は。ただちょっとこのままではいくらマスタードボックスしたとはいえね、2246だのね、プチアーノなのね、なんか不安要素だけなんで、ここで一つね、画題がございます。画題って何？これですよ。おしゃれ着って皆さん、このビクトリーにあるんですよ。僕基本的に最近の動画の検証とかでは、やっぱおしゃれ着のやつは消してあるんですよ。おしゃれ着っていうのは、つけることによってメリットもあるけど、デメリットも存在するんで、まあ、正確なダメージ数値がちょっと分かりづらいんで、いつもね、動画の時は外してます。今回はその逆です。つけます。おしゃれ着ガッチガチにつけて、そう。おしゃれ着をガチガチにつければ、あの3体でもめちゃくちゃ強い説を検証していきたいと思います。よろしくお願いします。さあ、じゃあ着替えるか。で、なんかもう変な鈴ついてっからね。なんか DLC をさ、活用するのに DLC3 つだし、よく考えたら。これで勝負や。これだったらもう、もう爆上げよ。もうまず爆上げよ。よーじゃあやるか。バトルロード1回戦。バトルロードアーケードモードにもね、おしゃれ着は反映されますんで。まあそれでね、もうめちゃくちゃ強い今、おしゃれ着まとってるんで。このおしゃれ着を生かしてね、もうバッタバッタの大魔王ね、もうボコボコにする。もう楽しい動画にしたいと思います。行くぞ、プチノン、スラリー、ジョー。もう、まあ、モリーの3体で集まった奴らが急に集合したわ。この3体がね、ドラゴンクエスト8のね、すぐ入りさせた3体ですけどね、ここにやってきましたよ。勝つしかねえわ。これもある意味、究極のチームって感じですよね。なんか、どっちかというともうこれ相性もないし、相性もないからなんか、組んでる理由がちょっと少ない。組んでる理由があまり見当たらないんですよ、このチームってわざわざ。そんな中でね、おしゃれ着をガッチガチにして固めようというね。両方しろやと思うかもしれませんけど、私はしません。行くぜ、スライム。エーススライム。いざ浮かん。素早く突進して。飛び上がる、せーの。おしゃれ着。おしゃれ着で上がった力をね、存分に活かすことができない。おしゃれ着で上がった力を生かすことがね、おしゃれ着はね、今回のおしゃれ着、大体おしゃれ着って真ん中がね、一番強くなるんですよ。基本的に、おしゃれ着のステータスアップとかそういうのっていうのは、真ん中が一番受けやすいんかな。まあ、味方全体っていうのはありますけど、真ん中が一番受けやすいんで、このスライムが一番ね、火力出せると思うんですよ。
理論上今回のおしゃれ着で言うと60ぐらい上がってんじゃないかな。力行き過ぎじゃないですよ、本当に60ぐらい上がってると思います。なんでね、スラリンが力60上がって、そこからのスラストライクの会心を見せてほしいなっていう。さあでもね、ロンリー嬢たちも頑張ったし、よー次はいい、はいオッケーよー、うん、まあまあジム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 大丈夫大丈夫だ、ギャサッシュここいよおしゃれ着した結果かさ、なんか攻撃外すし痛恨食らうしさ6番子だったらね。さあご利用してけ、さあこっからご利用してこ、こっからで、おしゃれ着が何が差があるかっていうのはね、明確に見えないし記載はされてないんですけど、でも確実に下がってるっていうのは認識できるよ結構。さあ行ってこい、今度こそ素早く突進して飛び上がる、はいよ、うわ571だって、すごい取り返したエーススライム、そして最後はロンリージョンが決めていく、決まったー、やったなこれはいける、570はやべえよやった、なんか向こうにもプチアーノいるプチアーノ同士で光り合わないでくれるいやいい、これはさっきより勝てる、なんだったらさっきより勝てる、ぶっちゃけね、決勝戦のチームはね大体ネタチームだからなんか半分はネタチームで半分ガッチガチが来るから大丈夫大丈夫、ほほほほほハイエンだよ、もうだからこの前もなんかお前ら映っただろいいいいいいもういいんだよ、わざわざそのさ究極ステージ連携しなくてもいちいちカメラの前にバーって立たんといてくれるかないいんだよおめえ何がしてんだよ、もう今一回サムネになってっから過去の動画で結構食らうな、よしオッケー、止まんないのでかいよ、こっから反撃してけ、プチロン行ってこい、絵を描き始めて、とりあえずねプチロンのスライリーもね返し率高いからね、結構ワンチャン力があるんで、どっちもこの会心が全てってことですかね、いやーすごいすごすぎんそれはめちゃくちゃ会心でんじゃねえかよ大魔王で出してね、頼むよ大魔王で出してね、402聞くの、え終わったじゃん、え終わりでーす、優の負けでーす、嘘でしょ、スラリンがやばすぎるって、おしゃれ着でガチガチに固めたスライムがやばすぎる、はいファイヤー、これはやばい、強い予感、あ合体モンスターに言おうはねえな、なんだなんだ何が狂ってんだ、合体モンスターに弱ねえんだよ、なんだおめえは、なんだおめえはスパキルちゃんかこれはかわいそうだ、一旦だけ彼のお遊びに付き合ってあげるとしましょうかね、まあ、圧倒的余裕だからね、もう次もうこれでスーパーキラーマシンが一旦ね2500削らない限り私は負けません、はい強いな稲妻の剣も、さあ行くか、お遊び行くぜスパキラちゃんの遊びに付き合ってっか仕方ねえな、なんで俺こんなさ上からなんだい、めっちゃ上からじゃん俺ら、めっちゃ上から言う、なんだなんだ、おなんだてめえなんだそれ300ミリ、何にこれ弱そう弱そう、あ無理でしょ、うん、弱はまだ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 だねはいミラクルフラッシュが決まったいやまあこんなもんなんだねスパキラちゃん身の回り高いからね、おキングダムソードかっこいいかっこいいけど終わったやないか、もうどうしてくれんのこのゲーム大魔王続くぜこの動画って言わせてよ、やはりエイドといえばこいつだよね急にうもう勝てると分かった瞬間動き出すデブ、いけラプソンラプソン召喚スーパーキラーマシン泣いていいと思うんだけど、なんで出てきたのお前勝てない戦いに来ちゃダメだよスパキラちゃん、またおいで、やっぱこいつだよねスキャンしましたよ大魔王カード、やっぱドラゴンクエスト8のこのモリーのさチームでさ、初めに用意されたチームでさ暗黒神倒せたらかっこいいじゃん行きますか、行くしかねえきついなこれ、いつもと違ってオーブがもうフラットの状態が始まってるから、その仕様的に2500で耐えれるかどうか、いや買ってみたいね、さあ下克上なるか、モリーメモ VS 暗黒神ラプソンモリーメモの3体 VS 暗黒神ラプソンだからね、でもこれある意味なんかさワンのバトルロード再現みたいな感じでいいね、早っマジかよこのウェブ、これねどっちもまずい、隕石落としかピロリワンチャンあるね、プチノンとスラリンピロリお願いします、ピロリカモン、よしでかい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 、めっちゃでかい、それでかい、オッケーオッケーオッケー、400に抑えるここ
オッケーオッケー、でかいよそれ。今のスラリのピロリは響いてくる。さあ打点取ってこう。3300までよいしょ。いいよ、しっかり当ててスラリー頼むぜ。初めの見せてくれや。飛び上がる、せーの、はい、よいしょ。330、いいね、330出んの。おしゃれに強っ。え、330ってこと、これサバヨヨロより強い、もしかして。おー、いいね。ジョーいった。ジョーが返しました。オッケー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 。とにかくプチのスラリン、ジョーとも回心率みんな高い方だから、ジョーはまあ微妙だけど、うん、ジョーはそんな高いわけじゃないけどね。それで勇気早ためはね、わりかし現実的だよ。2ターン目はサイキャが、イタハのタク。サイキャか、ここサイキャか。さあ誰誰に行く。ジョー、うん、まあ一番被害は低いのかな。被害は少ない、しかもまひってないもんでかい。オッケー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 、これ勝てるとこ。ジョー4ターン目まで耐えたい。4ターン目にあれがあるから、それで、うん、そうだね、4ターン目まで多分次のターンも耐えれるんだよね。ボーダーが乗ってる。勇気がギリギリ間に合うかどうか。4ターン目に今のロニー城の勇気はどうなんだろうな、どう響いてくるかな。よ、3ターン目はメラゾーマか隕石落としなんですけど、さすがに1500はねいかないと思う。350か。あ、さすがにサマヨの方が強いんだね、技威力的にも。メラゾーマやばいな、これやばいね、これ正直やばいよ。1500は多分耐えれると思う。耐えて耐えて耐えて、ここ耐えて、よし大丈夫。555、うん、大丈夫、多分ねいける。多分ねこれはいったべ、これ仕留めたべ。まずオッケースプチロン、よしよし勝った。もうこれはねいける、間違いない。4ターン目ね食らわない、もうダメージ食らわない。うん、外れなかったな。大丈夫大丈夫大丈夫、任せて任せて、絶対勝てる。大丈夫、奇跡も魔法もあるんだよ。これです。4ターン目は、暗黒シナプソン、通常の場合、暗黒の魂、オア、ドルモアです。つまり、マジックバリアを使えば、ダメージは絶対食らわない状況できます。負け筋は暗黒の魂が、全員にヒットする。一体動いて勇気貯めたらもう勝ちですもん。だって、こっちは。これは仕留めたべ。いけ、ジョー、当てた、どうだ、勇気貯めた。よし、勇気貯めた、勝った、よし、ここ勝てるだけでもすごいね。いやいや、でもここで満足してちゃダメだよ。高み目指していこう、お前ら。森目も高み目指していこう。よし、いいよ。いいとこ見せた。もう決めていいよ。めっちゃかっこいいとこ見せたね、君たち。オッケー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 。あとはもうダメ押しよ。はい、ミラクルフラッシュの決まった。394出んのがミラクルフラッシュで。おしゃれ着強えな。おしゃれ着偉大すぎ。オッケー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 。いいよ。最後のダメ押し、お遊び、ぴょん、はい、ゼロ、ぴょん、よっしゃ。よし、ここ勝てた。ここ勝てんの、すごい。オーブが勇気で満ち溢れた。よっしゃ。いけたね。さあ、こっからだ。高み目指していこう。さあ、ワンでは経験したことのない試練が君たちを襲ってるよ。そうだね、ワンでは経験してねえもんな、お前ら。大丈夫か、いけるか。いや、なかなか厳しい戦いだな、これ。とりあえずさっきと同じようにボーダーをうまいこと乗せて4ターン目までに耐え切りたいところだよね。怖いのは加害球域とかサイトストームとか、なんか状態異常も多いんだよね。加害球域、サイトストームともども、サイコストーム、ピロリ、カモン。いやー、それは無理。あー、もうほら、ジョー、いや、幸先悪いな、これは幸先悪い。2体麻痺ると厳しいな。ああ。でもこの一旦で1000か。結構厳しいな。これめっちゃ厳しい、正直言うと。正直もうめっちゃ厳しいです、今。2、3を耐えるかどうかが怪しくなってる。流星群とか加害区域のピロリを狙うしかないかも。これは。てこ、ああ、でもさすがに打点取りたいな。よいしょ、オッケーよ、サリンちゃん。ここ取り返す。さあ、難しいね。本当に読めねえな。俺も読めねえぜ。どうするどうする ?23 が、23の行動次第。4ターン目はさっきと同じように、食らわない状況にはできるんだけど、いてはされちゃう可能性があるんだよな。暗黒の魂より怖いね。それはむしろ。23、ドルモア流星群。ドルモアだとかなり厳しいね。厳しい!これ 3ターン目目指そうまで死ぬぞ!そうだね、ただ皆様死ぬな、これ厳
厳しい。だって一時普通にやって苦戦してたんだよね。なんか初見の時とかにめちゃくちゃ苦戦してたもんね。一時どうする。これ勝ち筋一つだけある。諦めません。私には一つ勝ち筋がある。グリーンガムだよ。グリーンガムだな。3-4をグリーンガムで止めるしかない。もうさすがに天使の打たれもどうせ削り切られる。無知で止める。おー、待って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 。ピロリピロリかも。ピロリピロリピロリワンチャン。頼む無知のお座り。うわあんな早くない。あのデブあんな早くないって。何急にデブ走り出したの。素早さいくつだと思ってんのお前。50だろお前。